本日は千歳船橋にあります、こちらのカンパラにてファッションデザイナーのタラマンさんが個展をされているということで、これからお伺いいたします。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。今回は、どのような展示になってらっしゃるんでしょうか。今回はその、私がデザインした、こういう服たちの展示もしてるんですけど、メインは私が今まで12年ぐらい、感じたこととか経験したことの断片を、こういうふうに言葉にしてで展示をしているっていうちょっと初の試みになります。こちらの洋服はどのような思いを込められて作ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、私がタンクトップのデザインをずっと、やってましたので、それでいわゆるこのタンクスリーブ T シャツっていうのを今回作って、でそれを皆さんに見てもらうのも兼ねて展示してますね。タンクトップはちょっと苦手っていう人にもこう着てもらえるカジュアルなイメージを念頭に置いて、素材からも着心地のいい素材をチョイスして作ってます。普段洋服作りされてる時に、こう心がけているようなことってございますでしょうか。こういうやっぱり自分から発信するデザインっていうのは、やっぱりその自分の頭の中に着る人のイメージを想像して、でそのイメージのバックボーンとか背景とか物語を作って、それを元にデザインすることが多いですね。このように文字も展示されてますけども、どのような内容が書かれてるんでしょうか。仕事であったりとか、私生活であったりとかでいろいろ感じたり思ったりとかしたことを、書き留めているんですけれど、これっていうのはなかなか出さないものなので、そういった頭の中、心の中のものを今回みんなに、見てもらおうと思って展示しております。深夜から朝方まで酒を飲まずに動く俺、上へ下へとフラフラと薄暗い建物響く異国語。私が作った衣装を身につけた女性を送り出して、そしてそれを見た、スタッフだったり制作チームの人間がおーって言ってざわめいている。やっぱりそういう感情というのはすごく私心を満たされるので、こういったタンクスリーブ T シャツにもパッと着てもらった時に、知らない人が見たら、あれタンクトップに重ね着 T シャツっていうのが、あ違う、あ T シャツなんだっていう、このひとひねりひねったデザインの、びっくり具合だったりとか、そういったものを今回こっちには反映しております。あ、そうなんですね。わかりました。いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございます。